オフィリアは、ウィリアム・シェイクスピアの戯曲、ハムレットの登場人物である。デンマークの若い貴婦人で、ポローニアスの娘、レアティーズの妹、ハムレット王子の非候補でもある。王妃がアートルードと並んで、この戯曲に登場する二人の、主な女性キャラクターのうちの一人である。日本語では、オフェリア、オフェリアなどと表記することもある。ハムレット第四幕第五馬。 王と王妃の面前のオフィーリア劇場、オフィーリアが最初に発言するのは、フランスに出発する兄レアティーズと共に登場する場面である。レアティーズは妹に対し、デンマーク王座の後継者である王子ハムレットは自由に、誰とでも結婚できるわけではないと注意を促す。レアティーズが出発戦とする間に、オフィーリアの父ポローニアスも入ってきて、やはり娘が、 ハムレットの愛を求めないよう警告する。ポローニアスはハムレットがオフィーリアに対して誠意を持っていないのではないかと恐れているのである。次の登場場面では、オフィーリアはポローニアスに対してハムレットが乱れた服装で実質に急にやってきて、顔に地獄のごとき表情を浮かべ、自分をただ見つめて話しかけもせずに三度うなずいたと説明する。 オフィーリアに言われたことから判断して、ポローニアスは娘にハムレットと会うことを禁じたのは、間違いで、王子は娘への恋煩いで狂気に陥ってしまったに、違いないと結論する。ポローニアスはすぐに、ハムレットの王子活系譜で、デンマークの新しい王であるクローディアスのもとへ向かい、状況を説明しようと決める。ポローニアスはこの後で、クローディアスが、アラスオリの壁掛けの後ろに隠れ、 ハムレットが内密な会話のつもりで、オフィーリアに話しかけるのを立ち聞きしてはと示唆する。この時点でポローニアスはハムレットがオフィーリアに恋煩らいしていると確信しているため、ハムレットは愛を打ち明けるだろうと思っている。クローディアスは後で立ち聞きをするという、この案に賛同する。ジョン・エヴァレット・ミレーのオフィーリア、デートギャラリーのコレクションより、ケネス・ブラナーの ハムレットはこの絵の影響を受けている。この案は通常、アマデラの場と呼ばれている場面につながる。ポローニアスはオフィーリアに城のロビーに立っているよう指導し、自分とクローディアスは隠れることにする。ハムレットが入場し、独白で生きるべきか死ぬべきかのセリフを言い始める。ハムレットはオフィーリアに近づいて話しかける。ハムレットはオフィーリアにアマデラへ行けと命じる。 ハムレットは怒り、もう結婚などさせないと言って退場する。オフィーリアは当惑し、昇進したまま取り残され、ハムレットは狂気に陥ったと確信する。ハムレットが激高して出て行った後、オフィーリアは、ああ、気高いお心が壊れてしまったで始まるセリフを言う。オフィーリアが次に現れるのは、ネズミ鳥の芝居の場面で、ハムレットはクローディアスが先王である父。 ハムレットを殺害したと証明するためこの芝居をかけることにした。ハムレットはオフィーリアと一緒に座り、性的なことを口にする。ハムレットは女性の愛が短いという発言もする。その夜、芝居の後にハムレットは母である王妃ガートルードと私的に会合するが、その最中にポローニアスを殺してしまう。オフィーリアが次に現れるのは、 父の死の後で、オフィーリアは狂気に陥っており、他の登場人物はこれを父を亡くしたことによる嘆きのせいだと考えている。オフィーリアは、謎かけや死で話し、死や処女を失った乙女に関する狂気の猥褻な歌を何曲か口ずさむ。全員に、おやすみなさいと挨拶した後に誕場する。オフィーリアが最後に舞台に現れるのは、レアティーズが父。 ポローニアスの死をめぐって、クローディアスに挑もうと城にやってきた後の場面である。オフィーリアはさらに歌を歌い、花の持つ象徴的な意味を述べながら花を渡すが、意味の解釈は渡す、相手ごとに違っていることもある。オフィーリアが自身の花にするのは、英語で後悔を表す理と呼ばれているヘンルーダだけで、あなたにヘンルーダを、そして少し私にも、 日曜日の恵みのハーブとも言います。ああ、でもあなたは違った意味でヘンルーダをつけないとという、セリフを言う。ヘンルーダは、後悔を象徴する花として有名であるが、痛みや傷を治療するのに使われており、忠実の薬効もあると言われる。アレクサンドル・カバネルの、オフィリア第4幕第7話で、王妃ガートルードは、小川を斜めに横切って生える柳が、で始まるセリフで、 オフィーリアが柳の木に登り、小枝が折れたせいで小川に落ちて溺死してしまったことを報告する。ガートルードは、オフィーリアは自身の災難もわからぬままのように見えたと述べる。ガートルードがオフィーリアの死を説明する場面は文学における最も私的な死の知らせの一つとして賞賛を集めている。後の場面で墓場にいる。 墓掘り人はオフィーリアは自殺したに違いないと主張している。レアティーズは墓地で聖職者が言ったことに対して怒りをあらわにし、聖職者は地獄で吠え面を書くことになる。字にオフィーリアは天国で天使になるだろうと答えている。フランセス・マクドナルド、オフィーリア・オフィーリアの葬儀で王妃ガートルードは美しい人には美しいものをと言いながら墓に花をまき、 オフィーリアがハムレットの妻になって欲しかったと述べている。これはレアティーズが第一幕でオフィーリアに対して警告していた内容とは逆である。それからレアティーズはオフィーリアの墓穴に飛び降り、もう一度最後に妹を腕に抱きしめ、自分がどれほどオフィーリアを愛していたか宣言するまで埋葬を待ってくれと頼む。近くに隠れていたハムレットがレアティーズに挑戦し、自分は 4万人の兄弟よりもオフィーリアを愛していたと主張する。葬儀の場面の後ではオフィーリアはもう言及されることはない。メアリ・キャサリン・ボルトンが1813年にオフィーリアを演じた。ジョン・フィリップ・ケンブルが相手役のハムレットを演じた。シェイクスピアの時代の上演ではハムレット役はリチャード・バーベッジが演じたと考えられているが、オフィーリア役については記録がない。 エリザベス・朝、イングランドにおける商業演劇には、プロの女優がいなかったため、少年俳優がオフィーリアを演じたと考えられる。オフィーリアは、バラット、ウォルシンガムの一節を歌い、またファーストコートによると、リュートを持って入場するので、演じた役者は、音楽の技術を身につけていたと考えられる。初期近代イングランドの舞台では、女性の狂気について、 エンブレム的な表現の方が確立されており、下ろしたままの乱れ髪、白い衣装、野生の花を用いた飾りなどの装いにより、オフィーリアの精神の状態はすぐに、初演の観客にわかるように表現されていたと推測される。アンドルーガーは、色彩は舞台におけるシンボリズムの主要な皆元であり、ゆえに、ハムレットの夜の色や厳粛な黒の習慣に基づく衣服と、 オフィリアの諸女性を示す空白の白は特定のジェンダー化された連想を働かせただろうと述べている。エレインショウオルターの議論によると、野の,の花々を宮廷の人々に差し出す行動は象徴的な諸女性の喪失であり、一方で溺れたことによる怪しい死に方も女性性を連想させるものである。ハムレットとオフィリアの狂気の違いは、初期近代においては、 ジェンダーの差によって作られるものとして理解されていた。メランコリーは男性の知性の病として理解されていたが、一方でオフィリアはエロとマニアにかかっていると理解された可能性がある。こうした女性の狂気に関する言説は1660年代以降、イングランドの商業演劇にプロの女優が現れ、役柄に新しい意味と転覆的なテンションを持ち込むようになってから、 オフィーリアの表彰に影響を与えた。ショーウォルターは、オフィーリアを演じた女優の中で最ももてはやされたのは、愛に失敗したという噂があった者たちであると、述べている。ショーウォルターは恋人に裏切られて狂気に陥った、元女優のスーザン・マウント・フォートが1720年に、監視の目を抜け出して劇場に入り込み、オフィーリアが登場する、はずの場面で舞台に出てきて、 観客を驚かせたという逸話を引いて、女優のアイデンティティと演じた役柄が重なる感覚を説明している。ソプラの歌手のミニョン・ネバダが1910年頃に、アンブロワーズ、トマのオペラ、ハムレットでオフィーリアを演じる様子。オペラ版はプロットを単純にして、ハムレットの球場とオフィーリアがそこから受ける影響に焦点を当てている。18世紀の間、 オーガスタン時代の演劇のコンベンションにおいては、これほど強烈ではなく、もっとセンチメンタルで上品に、オフィーリアの狂気とセクシュアリティを描写する傾向があった。1772年のミセス・レッシンガムから1813年に、ジョン・フィリップ・ケンブルの相手役を務めたメアリ・ボルトンまで、オフィーリアは、情熱の化身のような役どころから、もう、少し馴染みのあるイコノグラフィーへと変わった。 サラ・シドンズは1785年に、堂々とした古典的な尊厳を持って、オフィーリアの狂気を演じた。オフィーリアを演じる、サラ・シドンズ多くの偉大な女優が長年にわたり、オフィーリアを舞台で演じてきた。19世紀にはオフィーリアは、ヘレナ・ホーシット、ドラ・ジョーダン、フランセス・アビントンなどによって演じられ、ペグ・オフィントンはこの役を演じて、舞台で初めて名声を勝ち取った。 劇場マネージャーのテート・ウィルキンソンは、スザンナ・シバーを除いては、エリザベス・サッチェルが、今まで見た中では最高のオフィーリアだったと述べた。近年の上演では、2009年には、ジュード・ローの相手役としてググ・バ・ザイコール・ローが、2015年には、ベネディクト・カンバー・バッチの相手役として、シャーン・ブルックが舞台で、オフィーリアを演じている。オフィーリアは、サイレント映画の初期から映画で描かれてきた。 ドロシー・ホスターがチャールズ・レーモンド演じるハムレットの相手役として1912年の映画ハムレット・デ・オフィーリアを演じた。ジーン・シモンズはハムレット役のローレンス・オリビエがアカデミー主演団優勝を受賞した1948年のハムレット・デ・オフィーリアを演じたが、シモンズもこの時にアカデミー助演女優賞にノミネートされている。もっと新しい映像化では、 アナスタシア・ベルチンスカや、マリアンヌ・フェイスフル、ヘレナ・ボナム・カーター、ケイト・ウィンスレット、ジュリア・スタイルズ、マラヤ・ゲールなどがオフィーリアを演じている。オフィーリアに関連する映画としては、オフィーリア・ラーンズ・ツースイムや、ダイイング・ライク、オフィーリアなどがある。現代の上演や映像化の多くで、オフィーリアは狂気の場面において、裸足で現れる。映画では、 グリゴーリ・コージンツェフの1964年版、フランコ・ゼフィレッリの1990年版、ケネス・ブラナーの1996年版、マイケル・アルメレーダの2000年版などが、この演出を用いている。オフィーリアはしばしば美術作品の主題となっており、古典主義、ロマン主義、ラファエル・ゼンパなどの画家たちに画題とされた。メアリ・カウデン・クラークが、 シェイクスピアのヒロインの少女時代を描いた、ザ・ガール・フード・オブ・シェクスピア、エス・ヒロインズに登場するオフィーリアの差し絵心理学者のメアリ・パイファーは、シェイクスピアのオフィーリアにちなんで次長、リバイビング・オフィーリア、セービング・ザ・セルブズ・オブ・アドレセント・ガールズと命名した。この本の中で、パイファーは、現代アメリカの思春期の少女たちが送る問題の多い生活を精査している。ありがとうございます。